そんな長谷川です。はい、はい、お願いします。22年に去年のめちゃくちゃ履いたやつっていうのも580アンバサダーでいいんじゃないですか。ニューバランス屋さんでも開くじゃないですか。みたいな嫌味を言われて。急にパパカさん。ルナニューイヤーパックっていうのが。アトモス TV をご覧の皆さん、こんにちは。アトモスのゆっぴです。小島です。はい、今日はちょっと緊張してるんじゃないですか。ちょっと緊張してます。初対面のゲストが、初対面のスペシャルゲストが来てるんですけど、はい、早速呼んでいきましょう。どうぞ。そんなのじゃダメでしょ。名前で言ったらいいですか。全然自分でやります。あ、よろしくお願いします。人の味がです。お願いします。もう一回撮った方がいいですよ。もう一回やらせないです。もう一回やらせない。もうやらせないです。大丈夫ですか、これは。どこで厳しめ厳しめ。そんな長谷川です。はい、お願いします。お願いします。オファーがね、何回かしてますよ。タイミングがあるんで。すいません、ようやくですね。はい、お忙しいですからね。いえ、屈指の、はい、あのニューバランス好きということで、今2023になってるんですけど、はいはい、22年に去年のめちゃくちゃ履いたやつっていうのも、そうですね、まあ、思い入れのあるやつ持ってきてもらってるんですけど、はい、やっぱ580履いてます、ね、今日。そうなんです、今日これもまあ3足目にここに置きたいんですけど。3足目で、はい、終わりの方に出たじゃないですか。そうですね、後半始めるじゃないんで、そこからガンガン履いてたんで、うん、結構お気に入りの一足というか、まあ、やっぱ懐かしさもありつつ、フィナムの、はいはい、長谷川さんの580の記事読んで、ちょうど同じ時代を生きた、うん、そうそうです。いやすごいです。ちょっとね、実はね、はい、年齢が近くて。あ、はい、そうなんですか、はい、世代的には一緒なんで、世代的な人はもう、はい、これもう胸熱なものが、はい、ヘクティックとね、はい、三田さん と、はい、あとたまにスティーシーもやってたんですけど、そのコラボでそこで初めてニューバランスを手にしたというか、はいはい、それまではどっちかというと我々の好きなファッションというよりはもうちょっとこう綺麗な感じの、ね、セレクトショップ向けのスニーカーっていうのが、はい、っていう UK のやつが置いてあってっていうイメージでストリートに落とし込めてない感じがあったのが、これがここからです。ここからなるほど、ここから始まったんですね。ここからがっつりね、もう原宿中心からね、こう広がった感じですね。そうですね、僕もそれがきっかけでニューバランス履くようになったりとかしたんで、うん、やっぱこう出た時嬉しかったですね。かっこいいですね、やっぱり3つぐらいしか紐通してなかったりとかやってましたよね。もう担当ね、担当ね、こんなベローンと出してでも同じ履き方するんですね、やっぱりちょっと担当から出して、はい、やっぱりこれ出してなんぼなんでこれやっぱ当時の履き方がやっぱかっこいいですよね。もう一個外そうかな、紐ねえ、だからここ出て、はい、この2つこのカラーも ね、そのカラーの感じもなんか懐かしいんですよ。これあれですよね、ちょっと声を大にしてですけど、はい、鬼サンプリングしてますよね。ですよね。いや、まあ僕もなんかあんま言っちゃいけないのかなと思ったんですけど、でもカラーいいカラーね、可愛いです。これも2つも持ってるんですけど、これになってるのがそうですね、このラバーになってる、はい、このまたちょっと刺繍と違うんですよね。これがモローな感じしていいなっていう、はい、もう早くもドツボにハマってるじゃないですか。いやいや、もうこれやっぱもうたまんないですね、やっぱ見てるだけでニヤニヤと当時買えなかった580アンバサダーでいいんじゃないね。これ結構硬い、はい、これいいじゃないですか。いや好きなんですよ580、ね、マジで苦い思い出ですけどね。もう買えなかったんで、やっぱり当時はもう履いてる人見たらいつもニヤニヤつけてましたから、はい、でもまあ今はねもう買えますね。いや今は買えるんで、今買えるのがいいですね。こういうのはありがたい。買えなきゃ意味ないですから、やっぱ買えるっていうのがね。あと今年どんな動きをしてくれるのか非常に楽しみな。そうですね、23もなんかゆっくり出てくるんで。あ、なるほど。ちょうどね、こう、はい、まだ出て世の中にちゃんと出てないんじゃないですか。いいですね、はい、初めて見ました。最新作なんで、これリークも出てないと思いますよ、はい、やばで、これもね、これ23のスプリングの最新作で、はい、懐かしさがある。そうそう、いい配色っすね。そうそうそう、いいカラーなんで、たまんない配色ですね。やっぱやってくれるっすね。懐かしい、この580好きそうな人にぶっ刺さりそうな、はい、刺さりそうな、あの当時の人たちに。あの時代帰りてえなあの時代帰りたい23楽しんでください。いやこれ楽しい、ね、いいな。やっぱおじさんを喜ばしてくれてるなっていう、はい、最前線持ってってるじゃないですか。いや、いいカラーいいカラーいいカラーだなと思って、これだいぶいいカラー。さすが580アンバサダー。いや、これはいいっすよ、皆さん。580トークが熱すぎて、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ。デニムとの相性めちゃくちゃいいっすよ。女子はやっぱ2002らしいんですよね。うん、まあこれね、まあ人気、可愛いっすよね。まあ、流れ的にこれいいパス来たんだけど、ね、ね、はい、こっちに。まあこれはやっぱりヒット商品でしたね。これすごかったっすね。メガヒットでしたね。高島が履いて、やっぱ。もっと毛羽立ってくれるらしいですよね、結構履いてると。それ狙ってわざと足こすったりはしてたんですけど、わざとわざと、はい、自然発生にしたみたいな。
空気にしてたんですけど、NB の新定番にはなりましたね。なりつつ、そうっすよね。これすごい発想だなと思って、最初何やってんだ最初思ったんですけど、そうっすね、分かんないじゃないですか。なんか 3,4 枚貼ってんぞみたいな。王道好きな人からだと、うんっていうのはやっぱあったっぽいんですけど、なるほど。その人たちもなんか最初はんって思ってても、なんか結果いいなみたいな空気になってますよね。みんな後塩で、だから結局あ欲しかったな今更みたいな、突貫しちゃったんでね。言われましたもん、持ってんすねみたいに言われて、この辺で N 社さん入ってる人結構一気に来た感じが、確かに2000人でひっくり返った感じ、ね、いやありましたね。やっぱり履き始めた人が、まあ、原宿もやっぱり増えてますし、うん、ニューバランスと結構ゲームチェンジした一足じゃないかな。そうですよね。これそれも一番前ですけど、ね、やっぱ今ちょっとこれもいいですよ。これもやっぱかっこいいんで。今年ニューバランスどれぐらい増えたんですか。まあ、ちょっと嫁さんに一言言われたらニューバランス屋さんって言われましたから。ニューバランス屋さん、友達が家に来るとニューバランスが並んじゃってるんで、あすごいねみたいに言われた時に、まあ、ニューバランス屋さんでも開くんじゃないですかみたいな嫌味を言われて、じゃあ圧倒的にこう忖度抜きで NB が多いってことですね、はい、今そうですね。3足目なんですけど V4 を、あえての V4 ですか。僕ねなんだかんだで、いや V3 がやっぱ一番かっこいいと思ってたんですけど、うん、ふとね V4 見て、 V4 入った時にあれ俺 V4 の方が好きなのかなと思って、はい、でまた履くんですか。やっぱりとりあえず履くと収まりの感じ、やっぱ俺めちゃくちゃ好きなんですよね。でいろいろ履いてみて V4 なんですか、ね、僕は V4 派だったんだなっていうのがなんか自分の中で最近、 V5 も好きなんですけどね、はい、5も好きですけどやっぱ4もいいなっていう。いやでも結構みんな、僕 V5 結構あったですけど、物議を、はいはい、ありましたよね。けど廃盤だったらみんな欲しいっていう、いや絶対そうなんですよ、結局そうなんですよ。だから今ね V6 今年話題ですけど、はい、V5 が廃盤になりませんってみんな駆け込みしますよね、はい、絶対こぞって買うんで、はい、ここ最近のニューバランス好きになったきっかけの一つもあるんですよね。まあ、始まりが580で、うん、で一回離れてこれでまた帰ってきたみたいな感じなんですよ。あ、はい、かっこいいっすね。やっぱあれだ、久しぶりにちょっと引っ張り出してきたんですよ。V3 ばっか入っちゃったんで最近、V3 のやっぱターンが一番かっこいいじゃないですか。 V3 ってあのなんか網みたいになってるこれこれ、ね、やっぱここのターンのかっこよさはやっぱ V3 が一番なんですよ。一回ドッキングして作らせてくんねえかな、いろんなの。あーなるほどですね。なんかね面白そうですね。パックが990みたいなクレイジー的な感じで、まあ、出そうな気もする。やってほしいですよね。僕らは好きですけどね、王道の人からブーブーって。あー、うん、でもまあなんだかって言ってこうやって欲しがってるんですから結局、はい、結局欲しがるんですから一緒なんですよ。いつも僕司会側で、はい、そうですよね、あんまり持ってこないんですけど、いやいや、僕数えたら2022年でニューバランスが増えたのが12足です。去年で月1ペースだったんですね。12足ニューバランスで増えてて、12の中から一応3つ、やっぱ580はまず、そうっす、これはまあ、はい、そうっすね、やっぱり同じ思いで、そうっすよね、我々世代は。そう、久々に、あ、気分だなと、うん、っていうところと、はい、やっぱり僕も海外のやっぱ日本見遊べって結構あるじゃないですか。これは買ってた、はい、僕はあのアメリカからトリプルブラック見たことないですね。これ日本見遊べです。グレーはだからちょうどニューバランスジャパンでも正規で抽選でたまに売ってたりするんですけど、黒はまだ展開されてなくて、いい、これいいっすね。いいっすね、被らなくて。これ欲しい、欲しいですね。これ欲しい、急にパパカツ始めましたやめてください、急に欲しいと思いました。買ってください、買ってください、いいですよって言いかけちゃったから、はい、でこれはなんか今年やっぱりペリーサンティスすごいじゃないですか勢い、はい、でも USA 今年何色出たよぐらいの、いや、まあ、めちゃくちゃ出ましたね。2022年去年はすごかったですね。前半は飛ばしてたんですよ、はいはいはい、ちょっと後半追いつかないなみたいな。いや、そうなんです。今年だからメイドイン USA 集め出した人多いんじゃないかなと思って、あ、2022は出ましたもんね、いろいろ。22からで、ね、23もどれぐらいなのかなと思って、カラーが結構好きで、このカラーいいっすよね。そうなんですよ、ちょっとこの毛羽立ってる感じもね、これにちょっと近いような感じもして、このなんかちょっとベージュのメッシュにがあ、いいなと、かっこいいね、かっこいいっすよね。で、まあ今日はせっかく来たのは、まあ、これも最新作ご紹介してたんですけど、うん、はい、せっかく、まあ、あの、はいはい、新年なんで、はい、ルナニューイヤーパックっていうのが、はいはいはい、ちょうど1月2日に出てたんで、プロテクション、はいはいはい、これもういいっすね。まあ、多分超絶人気だと思うんですけど、いや、これ多分誤解してる時にはもしかしたら、はい、まあ、ないでしょうね、はい、はい、完売かもしれないですけど、ないやつ宣伝すんなって言うかもしれない。あとこれ使う、好きそうなの、あー、いいカラーっすね。ヴィンテージのミッドソールで、やっぱそうなんですね。そうっすね、はい、でルナニューイヤーコレクションってこのなんかバーガンディがキーカラーで、はい、紐だったりヒールとかってのが入ってたりするんで、ね、はい、バーガンディってめちゃくちゃ昔入りましたもんね、僕ら世代に。いやいや、いいカラーっすよ、はい、それバーガンディって言うんだって、エンジじゃねえんだみたいな、ね、バーガンディ、エンジって言ってたんですけど、おじさんたちはバーガンディっていう色だったんですよ。俺持ってたのモーティブのジャケット、バーガンディ
別の裏腹会議の YouTube プロセスで別の話になっちゃうんで、モーティブの懐かしいんすよあれ、持ってて俺あのジャケットマジで売らなきゃよかったな。なんか女の子入ってるイメージ結構ありますもん。あ、そうですね、はい、結構ある、可愛いですもんね、うん、はい、普通に女の子が履く、あ、いいですね、プレゼントとかでもいいな。じゃぜひうちのヨッピーちゃんに、はい、お願いします。タバカツやめてよ。皆さんお願いします。お願いしますよ、皆さん。いやいや、すごいな。全方位にタバカツする人はいないよ。こっちにもこっちにも全方位に言ってましたよ。ありがとうございます。なかなかたくましい子が入ってきましたね。証拠たくましいんで、はい、大事ですよ。やばいやばい、大事です。でちょうど、まあ、あのこれ、公開してるぐらいに、はい、アトモスの新宿の方でルナニューイヤーポップアップの、あ、ポップアップもあるんですね。ポップアップもしてます。あの派手めなルナニューイヤーの装飾がされてるんで、はい、ドカーンと、もし、はい、視聴者見てる人がいたらね、あの足運んでもらえたらと思います。ぜひ、これが1月4日売りかな、はい、おー、これ行きたいですよね。ニューバランスが入ってるハイカット、はい、650、はい、いいですね、時代な感じして、うん、あのもうド直球なカラーで、ーちょっと好みがねあるんですけど、いやでもこれ今の若い子たちにも刺さりそうな色味ですけど ね僕の中でやっぱり、はい、今日呼ばせていただいたのが、あのニューバランスといえば長谷川さんでよかったんですけど、あと、はい、まだあのもし見てない人がいたらですね、はい、あの長谷川さんがニューバラ本社に突撃したっていうのがあるので、はい、アトモス TV の視聴者で見てない人がいて、そっちもぜひチェックしていただくと、そっちもめちゃくちゃ面白いので、ありがとうございます。チェックしてください。ハルジクテイさんにもお世話になってるんで、はい、はい、ニューバランス、ありがとうございます。はい、スペシャルゲストで長谷川さんをお呼びしましたんで、またあの次回も見てください。バイバイ。ありがとうございました。